皆様、本日もね、レイチャンネルに来ていただき、誠にありがとうございます。突然ですが、ちょっとね、皆さんに、しっかりとお伝えしたい。無凸岡本って言葉、まず皆さんご存知でしょうか？はい、こちらなんですけどね。普段からね、レイチャンネルを見てくださってる方だったらわかると思いますが、初見さんもいらっしゃいますので、多分ね、ちょっとね、軽く説明しますと、先日僕100連勝企画を達成することができました。見事に。はい、そこでですね、一番100連勝の中で活躍した選手が、ガチオーダーで唯一の無凸、70レベ岡本選手なんですよ。はい、もうね、本当にね、もう大事な場面でね、もうサヨナラホームラン打ってくれたりとか、逆転ホームラン打ったりとか、マジで活躍してくれました、本当に。今でもガチオーダーで使ってます。そして今日、トツイチマルモレホス、略してトツイチレホス。はいどうも、はじめましたレイチャンネルです。よろしくお願いいたしまーす。というところで皆さん、もうようやく使えるわ、マルモレホース。ようやくでもないけど、別にね、もう追加されてからもうまだね2日3日しか経ってないからね。はい、というところで皆さん、今回の動画は念願のマルモレホース、ありがとうございます。いやーもうね、もうマジで、もう登場してから、もうマルモレホスにしか俺目が行ってなくて、もう他の選手、もうごめんなさい。もう何も見てない。もうマルモレホスだけ、もうトリコ、トリコ。はい、というところでね、もうね、もうぐだぐだ喋っとっても、俺もうね、もう早くね、マルモレホスで打ちたいんだわ、ランク戦。はい、で、ですね、試合中にですね、マルモレホスの、強さとかはね、能力解説とかはしていこうかなというところと、もちろん今日はね、楽天純正でいきたいなと。でね、最近ね、メインの選手、主役の選手が、なかなかね、動画でデビュー戦で活躍できないっていう、なんかそういうフラグが立っちゃってますから、今日はマジで1打席、2打席で、マルモレホスね、いいバッティングが見せれるように、ちょっとね、頑張っていこうかなと。そしてね、このマルモレホスを引き連れて、俺はスピリーグのプロを目指して、一生懸命頑張っていきたいなというふうに思います。それじゃあね、トツイチレホスの、デビュー戦、ちょっと言いづらいな。無凸とトツイツ、トツ、なきゃっぱい。ワクワク、ワクワク、ワクワク。はい、お相手の方は、菅野投手、そして先行来たわ。よし、2打席打てる。行くぞ、みんな。はい、レッドさん、よろしくお願いいたします。というところでね、皆さん、マルモレホスのデビュー戦がようやくやってきた。もうね、ちょっとね、今からね、緊張感のこのひりつきを、ちょっと楽しんでいく。でね、マルモレホスなんだけど、チャンス持ちだから、ちょっとね、小深手でしっかりとね、俺チャンスメイク頑張っていくわ。長径ね、オッケーオッケー、ツーベースしっかり狙って打っていく。うん。で、今日はね、2番バッターに置いてきてます。で、3番ギッテンス。2番、3番ギです。はい、行きます。集中。オッケー。いや、待って、これさ、待てよ、マルモレホスが、特能しっかり見て、ワンチャン盗塁。特能つかない。これもう盗塁いくか。もう初球盗塁いくわ。ちょっとかける。もうアウトなってもいいから頑張って。やばい、ナイス。はい、走って。アウト！オッケー！じゃあ、マルモレス行くよ！忙しい！マジ打つわ。ちょっとマジで勝ち込む。オッケー。ワンスリー、ワンスリー、ワンスリー、集中。オッケー、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 いける、いける、いける、雰囲気ある。今の打球は、いや待って、これ絶対マルモレホス打ちやすいって、みんな。いや悪くない悪くない。いや、ホームランは打てんかったけど、ちょっと俺のタイミングもちょっとね、ぶっちゃけ悪かった。こうやって引っ張っちゃってるから、このラインドライブのマルモレホスギマとギのこのラインドライブ最強じゃないかこれ。あとはあれやね、ちょっとプレヒ発動でどうなるかちょっと見てみたいね。行きましょう。オッケー、石丸さん、超えて、オッケー。いやー、いいな、この打線。やべえ、みんな、スピリーグがめちゃくちゃ楽しみだわ。実際ね、マルモレホスね、どうなんだっていうところだというふうに思うんですけど、ね、懸念点はね、超プルヒッターなところなんですよ。でもね、しかし、俺ね、このプルヒの効力って、俺マジで信じてなくて、プルヒってめちゃくちゃ弱いと思ってる信者なんですよ。うん、なんですけど、ラインドライブが、
そのプレスの弱さを書き消してくれると思うんだよね。うん、これ結構マジで思ってて、うん、あいすだってさ、冷静に考えてみてさ、ラインドライブのさ、パワー B 以上の選手でさ、あの使いづらい選手皆さんご存知です？いなくない？もう辰巳さんのさ、パワー70なんだけど、俺めちゃくちゃ打ちやすいんですよ。楽天の選手の中ではもう結構もうトップ層に打ちやすい選手なんですよね。うん、でプルヒのラインドライブを他に上げたら、森野選手と、まあ、マルテ選手が、あーやばい、やっちゃったシュート見間違えた。森野選手とね、マルテ選手がいるんですけど、リスナーさん曰く、阪神純正、中日純正やってるリスナーさん曰く、森野さんとマルテさんは結構使用感いいっていうのを、まあ、昨日のね、生配信で聞きましたから、結構ね、やれると思うんだよね、プルヒラインドライブは。プルヒパワヒは正直、個人的にはきついと思う。うん。もぎ、控えごろー。あ、やべ、ちょっと、手が離れちゃった。やばい。まあ、次の回、マルモレホスでプルヒ発動するから、見とって。はい、というところで皆さん守備ご覧ください、マルモレホスの。ちょっとねこれね、俺コナミさんに言いたいけどね、さすがに守備悪すぎる。うん、でね、裏捨てもねめちゃくちゃ悪いんだわ。そう、まあだからね、まあ楽天純正やってるよとか、まあ12球団でマルモレホス使いたいよっていう方は、おい守備良くない？今のナイスキャッチだよ、ファーストライナー。無理やりすぎる。だからね、ちょっとね、マルモレホスを守備に守らせること、ありじゃね、守備ありでしょ、マルモレホス。おい、マルモレホスが守備うまいぞ、みんな。おい、ファースト守らせるか、いけ、マルモレホス。わー、これはいい回になったな。マルモレホス、なんかね、自覚あるね。うん、頑張りますみたいな。いやー、さすが岡本。取れる、取って、オッケー、ナイスキャッチ。さあ、じゃあね、回ってくるんで、チャンス作りましょう、マルモレホスまで。いや、まずは、しっかりとね、ここランナーいない場面なんで、草野さんでチャンスメイク、仕事をしっかりしてもらいます。はい、草野さんの超高速の成績ご覧ください。マジで仕事してくれてます。本当に。うん。オッケー。いやー、ダメか！うわー、もうマルモレホスまでチャンス作りたい。コブカティ頼む。ツーベース打ってほしい。集中しまーす。いきます。マリウちゃん待って、コブカティ、ツー、おし、チャンス、プルヒ、チャンス、プルヒ、ラインドライブ、チャンス、プルヒ。ああ、強い。まあ、集中するわ。マルモ。マルモ今のはちょっとミスったわ。ちょっと待って、ごめんみんな、ごめん、ちょっともう一回行こう。ちょっと待ってみんな、いや待って、いやー今のはミスったわ、俺が悪い。今のはね、マルモレホス悪くないみんな。うん、いやー、ラインドライブって感じの打球やな。いやー、ラインドライブじゃないこれ。いやー、まちょっと待って、進撃の、いやー、マルモレホス。いやー、ちょっと待って、今のは俺が悪い、マジで本当に。うん、ちょっと反省する。ちょっと次の試合行こう、マジで。うん、オッケー。いやもうなんか今日ラインドライブ陣みんなセンター方向を打つんだけど。ギッ。あー、めっちゃセンター方向いっちゃうな、これ。超高速の練習しとるからやな。はい、というところでね、ちょっとね、この回はちょっとスキップして、2試合目プルヒ発動させます。いきましょう。いや、マルモレホス、守備や。肩強っ。はい、というところで皆さん2試合目っすね。ちょっとね、先行またもらったんで、ちょ、相手吉野部さんで能力削ってくると思うけど、ちょ、マルモレホス行くわ。うん、プレヒみたいね。オッケー。いやー、ダメか。いや、レホスプレヒ来た。よし、みんな行くぞ、集中。いや、でもな、いや、打ちやすいのは間違いで、いや、あの、ギッテンスとあまり変わりないのは間違いない。やべえ、ゴロだ、今のは。オッケー、ギッ。ちょっとな、使い慣れてないってのもまだある、マルモレホスが。オッケー、待って、マルモレホス来た、みんな、2打席目。2試合目の2打席目来たわ。よし、いけ、よし、もうプリヒは使うんけど、もう見せる、マジで。まあ、集中、苦手な副作やけど、長集中警戒。オッ
OK。ガイアコスは。待て待て、変えて変えて変えて。ブルヒ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 来い。こんなにもブルヒを求める選手は俺他にいない。オッケー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 、全然オッケー全然オッケー。よし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 、まあ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 オッケー。ありがとうございましたー。もう結局これやん。もうふざけんなよマジでよー。集中マジ集中。先の一戦行けばよかったー。いやマジで、ね、もうみんな厳しいコース投げないで。